6日月曜日の全国の天気をお伝えします。雲が広がりやすく雨の心配があるところがあります。まずは北海道から見ていきましょう。北海道は日差しが届いて晴れる予想となっています。ただ北日本から東日本では雲が広がりやすくにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。また東海では朝から雨が降りやすくなっています。そして一部三重県ではですね、一時的に雨が強まって降る恐れもありますので、空の変化に十分お気をつけください。中国、四国から九州にかけては晴れて洗濯物の外干しも問題ありません。日差しの有効活用をしてください。以上、全国の天気をお伝えしました。